島地方気象台が21時24分、顕著な大雪に関する情報を出しました。その雪について解説します。はじめに雪を降らせた雲、ご覧ください。衛星画像を見ていきますと、日本海から筋状の雲、雪雲が福島県に流れ込んできているといった様子がわかります。特にこの日本海の中部にある雲、これが発達しているといった状況が見て取れます。この雲、どのような形でできているのか、風の流れ集めてみるとよくわかります。こちら、大陸から北西の風が流れる部分と西寄りの風が流れる部分、こちらが合流するようなエリアが出てくるわけですけども、ここに発生する雪雲、これが福島県内に流れ込んできているというような状況になります。拡大してみますと、風のぶつかっているところというのがかなり顕著で、その風のぶつかっているところに雪雲が発達をしているというようなことがわかります。このラインがそうなりますね。新潟県を通って福島会津、ここの方に流れ込んできているということがわかります。会津金山というところがあるんですが、21時までの3時間で21センチという記録的な降雪を観測しました。また12時間でも62センチというふうな状況に達しているということで、この情報が発表されたわけです。会津中部ですけれども、短時間な大雪、もうしばらく続くことになりそうです。今ご覧いただいているのは21時の予想なんですけども、時間経過予想をしながら動かしてみたいと思います。風が集まって日本海で発達した雪雲が、この後も福島県会津、こちらの方に流れ込んでくるという状況が続きそうです。しばらく大雪に対する警戒が必要ということになりそうです。以上、予報センターから福島地方台が、地方気象台が発表した情報について解説しました。